土合村は埼玉県北足立郡に存在した村。昭和の大合併期にあたる1955年1月1日に大久保村と共に東隣の浦和市に編入合併され消滅。この編入合併は当時の中村康次村長が村内に反対意見はないと述べるほど円満なものであったという。当時の村役場は現在の南本宿一丁目付近にあり、 JA 埼玉土合支店の敷地内に村役場跡の石踏みが建てられている。埼玉県中央地域の南部西寄りにあり、当時の浦和市の西隣、与野町の南西隣にあたる。また、同時に浦和市に編入合併された大久保村の南隣にあたる。村の西側を荒川が南へ流れており、大宮大地にかかる北東部を除く村のほとんどの地域が、 中石平野である。村東川は、大鳥沼川が南へ流れ、後に、西向きを海村横断、荒川に注いでいる。2006年現在における、埼玉市桜区の南本宿、西堀、田島、深海、道場、町屋、栄和、中島、山、久保、桜田と、南区の関、鹿手袋、四谷がほぼ旧村域にあたる。 このうち桜田と四谷を除く11地区は、大あざの名を引き継いだものである。一方桜田は、西堀、四谷は田島から分かれて設けられた町名であり、それぞれ大あざ西堀あざ桜田、大あざ田島あざ四谷から取られたものである。2010年現在、上記の範囲の世帯数は35,632世帯、人口は81,642人である。 大室渡郎内木福之助高崎茂次郎中村、玉吉大室渡郎中村玉吉田口文、年尾長堀東五郎中村玉吉高崎茂敏、石川武史中村次郎造、り、石川武史深井佐田明大室八重関吉田田深井、慶一一の瀬正尾中村安次、村内に高等学校は存在しなかったが、九百六十一年に埼玉県立浦和工業高等学校が、 旧村域内に設置された2006年現在の埼玉市立土合中学校1947年創立土合中学校を母体校として生まれた学校には田島中学校がある2006年現在の埼玉市立土合小学校土合小学校を母体校として生まれた学校には西浦和小学校、英和小学校、深海小学校 中島小学校の4校があり、また田島小学校が西浦和小学校を母体に生まれている。ありがとうございます。